こんばんは、ひこざいもんです。まあ、まずですね、ちょっと今日は皆さんに前聞いて、血液型何に見えるのかって。で、結局ね、いろんな回答があって、いくつかの人 B だと思って、そして、まあ、一番多かったのはみんな A 型だと思ったらしいんですけど、実は血液型はこれ言われた通り O 型でした。その通りになってることがやっぱり、面白いなと思って、勉強のきっかけになって確認したら、それでも確かに、楽しい話でも、確かにこのビデオのきっかけにも友達にいろいろ聞いて、いや、こういう本当信じるなのかって聞いたら、いや、誰もね、信じるって言わないですね。やっぱり遊びだけで。でも、確かに楽しい話になって、もうそれはそのノリで、それでいいと考えてる人多いんですけど。でもそうだ、結局もう誰も思いつかなかったんだけど、俺の、ちょっとその嫌だった上司は、大型だと思ったところは、正しかったそうで、でそれで本当に本当かなって思って、も確かにね、その予測してた特徴の通り、確かにある程度はなってたから、気になって、でもやっぱりほとんどの場合は、やっぱそんなに関係ないよね。でですね、今日はですね、本当はですね、ゴールデンウィークを楽しんでるはずだけど、もう皆さん楽しんでるでしょうか。でも残念なことで、ちょっとね、あまり自分の仕事とか個人のことはあまり言いたくないんだけど、でもゴールデンウィークの途中に急になんか電話が来て、もう仕事になっちゃって、しかも出張で南本州の方に急になんか送られて、今もうホテル泊まりをしてます。で、もう結構ね、もうバンバン働いてすごい疲れて、今ちょっと夜でなんかこのモバイル別ウェブカメラ使ってちょっとビデオ作ろうと思ったんだけど、でもほとんどね仕事だけしてるんだけど、でも少しね、やっぱりちょっと出かけたりして、ランチとかしてご飯食べたりして、地元の人と少し会ったりして、でやっぱりね、俺はすごい東京にもう居すぎるとすごい印象残って、やっぱり日本ってはなんか東京だと、日本以降東京だとすごい思いやすいんだけど、やっぱりね、日本は東京じゃないんだよね。東京はまた別のもんで、いやこういうところ来るとやっぱり日本の心はやっぱりいいねとちょっと改めて思うようになって、例えばなんかもうまず人にぶつけることとかはないと思うんだけど、でも例えばあったら絶対謝るしと思うけど、そういう道渡るところも車もちゃんと待ってくれるし、東京も人なんか全然、そういう東京ってやっぱね人多すぎて、みんなが自分のスペースだけも意識して、他の人となるべくなんか邪魔しない、触れないようになんかしてるんだけど、でもやっぱり東京から出るともうみんなちゃんと周りをいつも意識して、もう丁寧にして気遣って、それもすごいいい点思って、いいことだったし、もう一点印象に残ったのは、やっぱり自由があるかな。東京もね、もちろん何でもなんか大きい街で何でもできるんだけど、でもあれもちょっと印象的には、一番気合がある人は、例えば埼玉とか千葉とか茨城だったら、みんなやっぱ東京に行って、なんかレストランとか、店とかなんか実現しようとするけど、あんまりその地元の人って何のところ何もなくて、東京も活躍してる人、大体なんか地方から来た人。でもやっぱ東京から遠く離れると、それ東京まで行きたくないけど、なんか面白い店作りたいとか、この街とかね、ここら辺ちょっといろいろ見て、やっぱり面白い美味しいレストランとか作ったり、面白い店も結構ね、若い人、ここら辺で、もうこの地元で頑張ってて、東京の場合はね、やっぱり東京から離れるほど、ちょっとレストランはもう美味しくなくなる傾向があったりして、店もなんか適当になって、もう昔からその地元にいた人とかしかいなくて、若い人東京出るけど、でもやっぱり遠く離れるとやっぱりね、そういうエネルギーとかアイディアとか、そういう人がいっぱいいて、やっぱり日本はそういうところ、なんか地方は何してるかというか思うんだけど、でもやっぱ来ると、素晴らしい、なんかいい人いっぱいいて、東京来たらすごいなとかって思うね。
だからまあ、楽しい、まあ、仕事は大変だったけど、やっぱりまた日本のいいところまた見たなとかと思って、今日はいっぱい働いて、美味しいものも食べて、いっぱい楽しんで、もう今度ね、後になったら多分どこにいたかってちょっと紹介するけど、でもとにかく、うん、やっぱり日本こういう傾向どこでもあるんで、ちょっと忘れてたけど、やっぱ日本はいいね。疲れましたので、今から寝ますから、もう皆さん、じゃあまず、日本、もう一番いいところ、どこだと思ってるのか、場所的に。一番好きな、なんか例えば自分の住んでるところ以外行くと、どこが好きなの、ちょっと教えてください。僕はちょっと今日新しい進み見つけたんだけど、でも結構福岡の方最初日本にいて、北海道も大好きだし、沖縄も大好きだけど、皆さんなんか旅行とかするとどこが好きなのかと。そうですね。まあ大型ってなんかびっくりしてるのか、まあ、ぜひなんかそういう感想を教えてください。今から寝ます。おやすみなさい。ピース。This kid needs to be locked away.